じゃあ、続きありますけど、まずメッキ読んじゃおう。ドラゴンキラーにメッキ読んじゃって、これメインで行く気はないんだから。だからもうこれメインでやっていこう。ドラゴンキラーメインで。竜神拳考えずに行こう。さすがにあと3本来るとは思えないから。それが一番いいんじゃないかなと思いますけど。あー、特攻ないんだよな。特攻あったのに。よく見え。一層一撃じゃ落とせないか。やくそ。くそ、一気に辛くなったぞ。きつくなった。なんだろう、識別していこうか。炎上か。これ一方通行か。回、うん、回復券ね。回復券できればいいんだけどね。とりあえず来た、来ないな。派遣の杖なんだろう。行ってみるか。危険かもしれないけど。はい。あ、これ鈍足か。音速でなんとかやってきますかね。じゃあ合成狙っていくか。力ものじゃ、ちょっとこの剣メインでやっていく気はないもんな。考えたの。じゃあちょっと少し強化しよう。だから音切れ入れないことにして、メイン向きのものを入れていこう。はい、和骨ありがとうございます。食料は、ここに2つあって、ここに1個あって、あんまりないのか。あんまりないね。あ、いや、ちょっと、ここでちょっと、待とう。来るかな？そう、2発きついな。1発で落としたいな。回復券欲しいね。命の草出てくれないとな。下手投げはあのね、こっちこ、くそ、こっちの来い。くそ、待て、倒せるこれ。吹き飛ばしか。あ、マジかー。じゃあすぐにもう一度。意味なかったか、あんまり。
ああ、そうだった。満腹度ゼロだった。あ、一撃か。あー、ドレインバスターじゃないのかこれ。偽物だったかもしかして。あ、カラステングだった。あー、行きますか。うん、あ、剣だ。なんだ、あ、銅太郎来た。あ、呪われてんのか。ちょ、死ぬぞ。銅太郎来たか。ちょっと待て、セーフなんかいいのか。ウィンスすごい12だからね。どうだんだけ来たはいいが、ちょっと杖振りたいな。なんかいないかな。まあ呪いはすぐ解ける、どっか解けるだろう。多分もうお祓い出やすいから、天の恵みも出やすいはずだから、まあ、呪いは解けるだろう。じゃあこれ風呂、あ、場所があれか。嘘、泥、そうなのかな、わかんない、どうなんだろうね。でとりあえず床落ち見たことないよね。はい、分かった、ありがとうございます。これなんだっけ。ああ、コンボで入れてみるか。あ、保存だ。いや、もう何でもかんでも入れるわ。とりあえずこれだけ攻撃力あれば倒されない済むんかな。基本値12のドレインバスターとかどうも、あの、まあ、5回ぐらいからもうダメなんだよね。どこまでやってくるかな。食料多いな。塩やん一撃だと言うけどね。ギター持ってこうか。化け物の資格まだないね。あ、怒りだこれ。
かれきたぞ。食料こういとくか、一応。あ、武器屋だ。待て待て、そうか、とりあえず罠見とくか。とりあえず何があるかだな。しかも階段近いじゃないか。手持ちのものだときつ。あ、ドラゴンキラー、こいつはプラス1か。金の剣、うわー、衰弱の枝がある。ちょっと待て、そろそろ本気を出すべき時かな。ちょっとまあいいや、とりあえずここで切ります。次よくいきます。よし、じゃあちょっと待って、とりあえずあの罠見てアイテム見てって感じかな。とドラゴンキラーと、衰弱の枝があるので、しかも階段も近いので、これチャンスがあるかもしれないから、とりあえず罠見よう。なんか余裕なものがあれば。衰弱、そうだね、取る気ないよね。ちょっとどうやってもこれ取る気ない。これ場所替えか。天守、これ場所替え無効だったよね確かね、このゲームね。だからどうしたものか、とりあえずまあ確認できるものを確認していこう。これは火炎草ね。火炎草用の剣も欲しいよな。100ギターン、家一応持っとくか。これプラマイゼロみたいだな。千巻、こいつお払いの可能性大いにあるから、泥棒できるかな。ちょっと待って、とりあえずまあ状況確認してからでないと無理やりやる羽目になるから。ちょっと待った。1500、ちょっとこれ読んじゃおう。どっかで魔物部屋の可能性があるので読んじゃいます。あー、こいつ一撃で落とせないのか。まあいいや、拾っちゃおう。とりあえず巻物は確認したいね。待て、ちょっと坊やがきついな、このからそうな。やはりなんだろう、この杖なんだろうな。坊やに振るのか。そうだね、まあでも一しのか。確かにまあ一しのがあればまあ泥棒できるね。炎上か、炎上では炎上じゃない、これ火柱だ。火柱ではな。あ、巻物値段確認しようか。とりあえず そうだね、どうだな、金数 12？ こいつ一撃かな。あ、よし、いいぞ。はい、和骨ありがとうございます。
まあ、とりあえずこれ確認したい。こいつ炎上出たんだっけ、出てないんだっけ。爆睡の可能性ありだね。こいつは恵みの可能性はない。ってことは、いや分からない。とりあえず 15S これ読んじゃおうか。爆睡、爆睡か。まあでも読めないよね、とりあえずね。炎上だった場合さ、殴られてしかも態度がない状態になるから、とりあえず読めないよね。だからまあちょっと運を天に任すっけないかな。とりあえず 15S これ読んじゃおう。魔物部屋の可能性があるので、はい、よしよし、いいぞ。これは運がいい。塩一撃だな。一撃確定かな。これはうまいね。ちょっと戦術が何かあるかもしれない。よし、ちょっと確認していこう。しかしここに作んなきゃよかったかな。モンハウ罠見るの大変じゃないか。かつお節、よしよし。装備外し来たね。保存録ありがたいな。とりあえずこれ明かり状態にもなったしな。まあ値段確認しよう。モーニングスターいらん。何の役に立たないのこれ。肌色多いのか。コンボはうん、そうだね。だから近いところでやりたかったんだけど、だけどもしこれ取ってくとしたらさ、通り道になるか面倒ですね。とりあえずなんか敵来ないかな。知恵確認したい。こんなところかな。衰弱だけ。とりあえずモーニングスターいらないからこれ売っちゃう。あとは、まあ、草確認するか。400。これ500。400多いね。100。そうか。4P 意味深。想像力たくましいな。これどうすっか。まあいいや、本あってもしょうがないから1個売っちゃおう。骨の杖値段見てみるか。1500。まあちょっと振ってみよう。火柱でも売って買うかな。ちょっと待てよ、せっかく明かり状態なんだから。とりあえず杖振ってみよう。なんかに杖振ってみて、まあ場所替えがあるから場所替えてもいいかもな。
っかり。いやもうあのさ、なんだっけ、ほらあの飯稼ぐとしたらだよ、例えば怒り状態にできればさ都合いいじゃん。あの塩やんじゃなくて握り変形。だからさ、振ってみるか。あ、金縛りか。うまいか。まあ、金縛りは金縛りでいいね。ってことは、あいつ誘導して、ちょっと待って。あの天使の位置に行けるかな。ちょっと待てよ。この位置になんとか来てもらえたりする？ダメかな。ダメかな。こっち来てくんないかな。あーよし、ここでもいいや。じゃあここでこの縛って、さてちょっと取れるだけ取ってくぞ。かつお節の値段確認するべきかな。アイスの剣いらない、金の剣欲しい。まあ適当に突っ込んどくか。ドラゴンキラー、成仏の鎌、プラス修正1かな。こいつ置いとくか。垂直の枝、三日月とこれプラス修正ありだけど、もういいや。マリンスラッシュも一応持ってく。ちょっと待って、ドキドキするぞ。ここで場所替えを振る。じゃあ行くよ。よし、で装備解除して、でしばらくドラゴンキラーメインいきますかね。よし、足元何、あ、木の剣か。ふぅ、とりあえず胴たぬきいい感じだね。まあ、そのおにぎりいらないかな。胴たぬきを、はい、これとりあえず出しておいて、うん、胴たぬきメインにするつもりだけども、でドラゴンキラーはとりあえず取っておきたいかな。うん、まあ呪いかかってるからね、とりあえずね。あ、出しとくか。ちょっと待って、うん、まあ呪い解いて、でまあ強化していく、まあ、それまでの間はドラゴンキラーをつけていくって感じしよう。そうだね、ちょっと垂直の枝はかなりね。とこれプラス修正あり、これもマリンスラッシュも装備して OK で、かつお節が確認してないんだよね、面倒で確認しなかったけど。よし、ちょっと待った、うん、おにぎりは、まあちょっと多めにあるかな。ちょっとメインの胴たぬきに多めに入れていきたいね。ちょっと待て、いやあるのかな。あ、矢がないのか。ちょっと依然として結構きついんですけど、とりあえずこの辺だけ一撃みたいだな。で食べていく。
とりあえず、まあ、特攻集める形にするか。なんだろう、どうしようかな。ギタンか。コンボいらないか。じゃ火の剣をでもできれば作っていきたいかなって思うけど。かまあもう一個来たか。まあ一本でいいや。よし。じゃあまあ一応残り部屋見とくか。さすがドラゴンキラー。じゃあなんか置いてこうかな。ヌスットドがいるのか。はいはい。ちょっと一応めぼしいもの置いておこうか。まあでもいいか。ちょっと罠が確認しながら行こう。ダチョウの矢。いやーでも巻物じゃ読んでいこうか。まあ物部屋出たもんな。こうじゃなくてもいいのか。でもちょこの部屋危なくなったな。でフロアじゃなくて部屋だったよね。あモンハウこれちっこいなこれマジで。まあいいか。嫌だよ危ない。ちっこいモンハーだなこれ。飯稼ぐべきかな。すごい罠が1個しかない。あ1個もないぞこれ。なんだこれは。虹色の草。あーろくなもんではないね。罠1個もないモンハーとかあるんだな。とりあえずカツオ島あるから名刺稼がなくてもいいのかな。なるほど。じゃあなんか入れていくか。じゃあ金の剣かな。コンボにしておくか。巻物。あモンハー出たぞ。拾えずとかってあるんだっけこのゲームって。なかった気がするんだけど。モンハーじゃあどっかでまた読んでいくかな。年齢出たね。 5H 手封じ。何がこれ。この辺ですか。これは手封じじゃないの。あの確実だったので、まあ、一応あの手封じ出なければいいなと思って。手封じかもしれないものは物を突っ込まないようにしようかなと思ってます。巻物を、うん、そうだね。ちょっと待って、どうしようかな。巻物から読んでいくか。読みたくないものってあと何がある。困った巻物ぐらいかな。何があんだ、あと。とりあえず回ってくるか。変幻なんか突っ込んじゃおう。しょうもないモンハーだったな。ちょっと水べってんがやだね。今度巻物じゃ読んでいくか。イノシシ。ちょっと待った。ここで読んだ方がいいんかな。
なんだろう、明かり。通路で読むべきかな、やっぱり。ゾワゾワ。あとアイテムあるから、それ確認して。多いんだったな、確かな。あっとっとっと。ちょ、何？あ、お祓いでしたか。ちょっととりあえず巻物読んでこう、全部。巻物多いな。どうだ、偽物か。あ、ちょっと待った。やめた、危ない。5エイチ、こいつか。これは多いから。あ、そんな多くないのかな。まだ1個だけか。あれ、他にもどっかになかったっけ。置いてきちゃったんかな。あら、そっか、あれ踏んづけたんだっけ。ちょっと巻物読んじゃって、火種があるのか。そうか、もうちょい読んじゃ。どうたるけ、のらそうですね、解けましたね。とりあえずこれで合成できるね。落石、排水の剣を変化しちゃおう。でこれか、 5H、 これ取っておこう。でなんか適当に交換して、あ、怒りもいいな。食料大丈夫だな、稼がなくても。いいや、これ変形しちゃおう。あ、白紙出たぞ。かも、なんだろう。あと、そのおにぎりか。もったいないっつえ、もったいないけど。いいか。木の剣か、それとも。木の剣にしとくか。食えるものは残した方がいいか。じゃ、ちょっとこれ読んじゃう。かつぶしあるからね。じゃ、ドラゴンキラーに読んでみるか。メキかも。壺増大か。クジラ。壊れずか。ガズチ。よし、じゃあ、あとみんな持っていくと。かも。どうですかね。あ、違うね。これ呪われてるやつだ。呪われてる。モンハウ読んできたいね。まあいいか。とりあえず次の回に行く感じかな。杖確認したいのか。確認したいのってこれだけかな。大きな兄貴で入れてかな。よし、じゃあ、なんあれ、何だったやつだ。あ、間違えた。あ、三日月塔か。あ、ちょっとこれ特攻として開けた段からな。なんか来るかな。来ないか。もう行っちゃおうか。行っちゃおう。
第7回。ここから合成できんのかな？ちょっと待て待て。また水辺が多いのか。さっさと次行こうかな。あー、また変化か。 C 確認したいぞ。熱そうなおにぎり。入れちゃおうか。黒い草なんだろう。なんだこれは。あ、水亀か。水亀いいな。いいけども。じゃあちょっと杖を。あ、封印。間違った。はい、じゃあとりあえずちょっとここでまた切ります。